時和橋は東京都千代田区大手町と中央区日本橋、本国町との間の日本橋側に架かる橋。時和橋は2つあり、江戸城時和橋門に通じる歩行者専用の石橋と関東大震災後の復興計画で建設された道路橋である。この2つの橋は共に2連アーチの構造を持ち70、区別するため石橋の方の岩の字は初に、 石が使われることがある。大田道館と信仰が扱った、正宗隆頭が記した、江戸城上昇圏市条並び皇帝紀藤移しに、登場する河口に架か,かる高橋を、当時の日向川の川口付近にあったと推定されている、時は橋にあてる説があるが、賛否両論がある。その一方、1568年に、北条宇治政が、下宇佐国の高城種達を、 江戸城防衛のために駐屯させた工場大橋宿は大橋そばにあった宿場町であったとする説もある。徳川家康による江戸の再整備後に日本橋が誕生して江戸の交通が南北を軸にする以前は江戸城及び大橋を中心とした東西の軸によって陸路が形成されていたと考えられている。元は大橋と称され江戸城の大手門から浅草に 直接向かう本町通りにかけられていた。また、浅草に通じていることから、浅草口橋とも呼ばれた。ただし、大橋が架かる日本橋川は、徳川家康の関東違法後に改作されたとも考えられており、その場合は、時は橋もそれ以前には存在しないことになる。この場合、当時の日向川は、日比谷入江に注いでおり、そこにかかっていた。 現在の江戸城大手門の橋は三の丸が内城に取り込まれるまでは大橋と呼称されていた。東京志士校では高橋は大橋イコール大手門として当時の江戸市街の中心がそこにあったとしている。1629年本町通りが日本橋川を渡る位置に時和橋門が設置され、この頃に時和橋の名称が登場したと考えられている。時和の由来については、 金曜は歌集の色替え沼津によそえて、あずまじの時輪の橋に架かる藤並に由来する説や、徳川市イコール松平市と松が持つ時輪をかけて、同志の繁栄が続くことを願ったとする説がある。江戸の交通の中心は、日本橋にその地位を譲ったものの、時輪橋から浅草方面の途中には、天馬町、幕路町などが引き続き栄えていた。 明治になって、この木造橋は、石造のアーチ橋に架け替えられたものの、手狭であったことから、関東大震災後の復興計画で、幅広の時は橋が少し離れたところに建設されて、旧橋は常磐橋と呼ばれるようになった。時は橋門は、明治初期に解体され石垣のみが残る。門の周囲は、時は橋公園となっており、渋沢栄一の銅像が建っている。 2007年3月28日に常磐橋、時は橋は共に千代田区景観ちづくり重要物件に指定された。急遽は、経年と東北地方太平洋沖地震の影響による損傷で2011年より通行禁止となっていたが、2013年より修復工事が行われている。2020年3月末、 東京都内で最古の石橋の復旧工事が3月末で完成する見通しとなった。周辺地域では、時和橋が行くとして、超高層ビル建設など大規模な再開発計画が進み、千代田区では、古き良き都心の象徴として整備していくとしている。復旧工事状況2020年9月21日撮影、常磐橋時和橋一席橋。ありがとうございます。